男子円盤投げにおいて大会新記録で優勝した北陸高校岩佐隆二選手にお越しいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合を振り返ってどうでしたか？砲丸と同じように6投目でいい記録が出たので、これを3投目までに持っていけるようにしたいです。国体に向けて一言お願いします。国体では大幅自己新を出して、もう福井県に少しでも貢献できるようにしたいです。ありがとうございました。